JA グループ茨城 YouTube チャンネルをご視聴の皆様こんにちはこの度文部科学大臣に就任いたしました長岡慶子でございます文部科学省が担う教育科学技術学術スポーツ文化という分野はこれまで我が国発展の礎を築きそしてこれからの未来を切り開く重要な分野でございます。 課題はさまざまですが私としてはまず ICT などを活用して子どもたち一人一人に適した学びと他者と共同した学びの充実質の高い教師の確保と教師が教師でなければできないことに集中できるそのような環境の整備世界最高水準の研究大学の実現や 地域の大学の教科などを通じた研究力向上に向けた環境整備そしてスポーツや文化に触れ合う機会の充実を通じて質の高い人生の実現などに力を注ぎたいと考えております。また新型コロナを契機として子どもたちのリアルな体験が不足をしています。 J をはじめ関係団体の皆様とも連携をさせていただきつつ改めて自然体験農産漁村体験文化芸術体験を通じて時代の世代を担うものとして新たな価値を創造する力責任ある行動を取る力などが身につくその取り組みの充実も図ってまいりたいと考えております。その上で 女性や母親とといいったた視点も大事にしたいと考えております例えば私の体験から子育て世代にとって教育費負担は大きな問題でありその軽減をさらに進めたいそれによりそれぞれさまざまな背景や事情また能力のある子どもたちの誰一人取り残さず存分に成長できる教育環境を整えて ていきたいとそう考えている次第でございます着任後早々教員研修の様子また研究現場などまあ、現場の視察を行っております今後も様々な現場に赴き多様な声を受け止めつつ文部科学大臣の使命を果たしていきたいと考えておりますそして 何より食は人間が生きていく上で基本的な営みの一つでございます子どもたちに対し食に関する正しい理解や適切な判断力望ましい食習慣を身につけさせるよう学校において食育を推薦することは非常に重要であると考えておりますこのために文部科学省では食に関する指導の充実に資するため指導の手引きや 食育教材等を作成するとともに指導の中核的な役割を担う栄養教諭の配置促進に取り組んででいるところですさらに学校給食は食に関する指導を効果的に進めるための生きた教材としても大きな教育的意義があることから地場産物やまた有機農産物の活用促進を含め 学校給食の充実に取り組んででいるところでございえすそれから学校における食育を推進する上で子どもたちが農業について学ぶことも大変有意義であると考えており社会科などの強化において農業に関する内容を幅広く扱うこととするほか農業体験などの機会の確保のための支援も行っているところでございます。 私としては子どもたちが生涯を通じて心身ともに健康な生活を送るための資質そして能力を育成するための引き続き続のの学校ににけままますす食育推進に努めていいる所存でございますこれまでの話が私が食育に関する文部科学大臣としての気持ちをお話しさせていただいたところでございます食に関します。 JA の皆様方一緒になって子どもたちの食育頑張ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。